だから今日も安定のラッキーだったんで、別にもう撮影するもう意味もないなと思って。いつもありがとうございます。オスボンバー徳島のパンプキンです。本日もドッカンバトルをやっていくんですけども、ちょっとね、今回この動画のテーマを話す前に、この劇場版メモリアルバトル、これ懐かしいな。ね、で、あの、全部クリアして、もうミッションも全部達成してるんですけども、あのね、うん、第7宇宙で行ったら全然なんともないイベントでしたね。まあ今のうちに流石回収、うん、合計20個くれますからね。うん、美味しい美味しいイベントでございますんで、ぜひ皆さんね、第7宇宙で、全部クリアしてください。はい、どうってことないイベントです。はい。で、今回のテーマなんですけども、いよいよこのね、2024世界同時キャンペーンで、ちょっと腕ころさん、この勇ましい光線でいいですか？このね、通常ガシャさんのピッコロがさ、もうおわこになるんじゃないかなと思って、ちょっと動画撮影をっぱじめてます。はい、うん、あの、非常に強いですよ。もうフェス限界ってぐらい強いんですけどもね。自身の気力プラス1アタックデンス 200% で全ての攻撃をガード、攻撃を受けると3ターンの間アタックとデンス 50% でガードが決まると、劇場版ヒーローカテゴリー味方1ターンにつき、さらにダメージ軽減がついて、で、長剣の補正もついて、で、極限の敵がおると、さらに味方全員のアタックが伸びて、で、敵が1体の時にアタックとデンス伸びて、敵が2体以上の時はさらにデンスが伸びるということで、もうフェス限界ってぐらい強いんですけども、このね、2024年世界同時キャンペーンでもう使わなくなるんじゃないかなっていうのが、ちょっとね、とあるキャラがこのキャンペーンにて極限 Z 覚醒するのではなかろうかと。で、そのとあるキャラが極限することにより、この腕ころが影薄になっちゃうよねっていう話です、うん、で、そのキャラとは、はい、こちら、この4体、この4体がこの世界同時キャンペーンで極限したら、もう腕ころ使わなくなっちゃう可能性が大で、ございます。だからオワコンなんちゃうんかなと、うん、思っておるんですけども、まずはじめこれ、スーパーサイヤ人総合反省年期ね、これ通常会社さんの、これが劇場版ヒーローの補正で、劇場版ボスがおるとアタックデンス伸びると、これが初実装の時にね、めちゃめちゃお世話になりましたね。スーパーサイヤ人総合反省年期&スーパーサイヤ人総合展、4年期の LR のフェスゲン の緑のやつな、そう、技のやつ、あれの抱き合わせ通常ガシャさんキャラで、ガシャシャンキャラで、そうそうそう、あの、初実装されたんですけども、だいぶお世話になりました、実装当時ね。もう今現環境では使えないんですけども、この度2024年の世界同時キャンペーンで極限したら、もう腕ころよりもそれはそれは強くなるパッシブスキルになるのではなかろうかと思ってます。とにかくね、補正キャラってね、いつまでも、長生きするんですね。だから今後もね、補正、いろんな補正キャラをね、実装してほしいかななんて思ってます。はい、で、この技のクリリンもね、トランクス5点がおるとアタックが伸びて、で、ダメージ軽減もあって、さらに長剣の味方の補正もついてる、ついてて、で、劇場版ボスカテゴリーの敵がいるとき、自身のダメージ軽減率 10% で、長剣の味方全員の回避の発動確率も 10% と、で、補正もしつつ、自分のダメージ軽減もありますし、で、さらに、トランクス総合点を使うことにより、なお自分もいいということなんで、これの極限来たらもうフェス限以上になるのではなかろうかという、思ってるんですけども。うん、まあこのね、まあなんだろう、一発に来るんではなくて、なんか前半後半で分けられて、ちょっとあの、極限来るかと思ってるんですよ。で、俺ね、忘れてた、こいつの存在を、そう、とはいろんな方の、あの、ドッカンバトル動画、見させていただいて、俺、これの存在ガチで忘れてて、ああ、そういえば、これ、おもちゃと思って、ブロリーの時のトランクス青年期やんのって、これね、知ってる？みな、これ。うん。この状態でボックスで眠ってません？これ、ぜひ、今すぐね、育成してほしい。っていうのが、パッシブ優秀なんですよ。自身のアタックとデンス 200% で、中確率で必殺を追加発動で、根血サイヤ人の補正なんですよね。で、さらに、ユニット必殺あるんですね。ディフェンス無限上昇のダブルマセンコ。ということはですよ、あの、第2の三大スーパーサイヤ人、新キャラフェス限のスーパーサイヤ人孫悟空、&スーパーサイヤ人孫悟飯
で、スーパーサイジトランクスね、この新キャラの第2、3代スーパーサイジンとめちゃくちゃ相性いいんですよね。あ、なのでキャンペーン第1弾でこいつが極限して、でキャンペーン第2弾でこいつが極限して、でキャンペーン最後の、第3弾のキャンペーンでこの技のクリーンが極限するのではなかろうか。でこの3体が極限することにより腕転が影薄になっちゃうんじゃないかなっていう話です。そうで最後になります。これね、個人的に来てほしいんですね。あ、まあ来る、これはちょっとごめん、来るかどうかは分かんない。ただ劇場版ボスというテーマ、まあブロリーが、まあブロリーがテーマなんだけども、かつ劇場版ボスっていうテーマなのであれば、スーパーガーリックジュニアね、これが極刑の補正なんですね。で攻撃を受けた3のターン終了時 HP10% 回復、これも極限ね来たらね、もうずーっと使える補正キャラになるのではなかろうかと思ってるんだけども、で結局ね、今日の今撮影してるのが27日の早朝なんですけども、午後23時間、まあ、寝てるんだけど私は、その時間帯に公式生放送が始まりますんで、それにて答えが出ます。全て答えが出ます。まあ、全てではないですけど、そうそうそう、まあ、何が極限くる、何が性こんな性能じゃっていう生放送、開催されますんでね今日。うん、みんなあれやわ、目真っ赤っかりしてよ、起きときよ俺は寝るわまあそんな感じで、まあ今日はこの2024年世界同時キャンペーンで腕転さんがもしかしたらオワコンになるのではなかろうかという、テーマでございましたが、いやまだそんなことないだろう、まだまだ腕転使えるぜって思った方はね高評価、いやこの動画参考になった方は高評価、マジで今のうちにこれ育成してないキャラ育成しといてな、そんな感じで、まあ、チャンネル登録もお忘れなく、最後までご視聴、ごめん最後になるんだけど、ガシャ開催日がね、まあ噂なんだけど28日のお昼15時3時、なお昼3時15時ね、開催、されるらしいんで、その時間帯に私ガシャライブしますんで、たくさんの洞窟をお待ちしております最後までご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。